Variable tips. 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 日刊工業新聞社プレゼンツ。バリアブルティップス。5つの金言。日刊工業新聞社プレゼンツ。バリアブルティップス。5つの金言。アシスタントのドーキンズエリナです。そしておはようございます、白鳥製薬の白鳥聡です。月曜から金曜までのこの時間は、企業の経営など実際に業界や組織をリードするゲストの方のインタビューを通じて、その言葉からリーダーになるための必要な条件、後継者部下の育成、苦境の突破法などを探っていき、これからの世代を生きていくヒントを発信しています。今週のゲストは株式会社東京鋳造所の代表取締役社長、小澤淳さんです。現在群馬県高崎市に本社を構える株式会社東京鋳造所は、1929年昭和4年東京都大田区で創業を開始、その後アルミの金型鋳造に特化し、主に自動車部品の鋳造を行っています。現在ロボットを積極的に導入し、AI や IoT を活用した製造システムを構築、100年企業を迎えるにあたりさらなる進化を目指しています。昨日は他責と自責という話でしたが、本日最終日はどんな話になるんでしょうか。では最終日の金曜日、株式会社東京鋳造所の小澤淳社長のインタビューから、どんな金言を探し当てることができるでしょうか。後継者リーダーとなってくると、どんなことが必要となってくるんでしょうか。出世するっていうか、まあ偉くなっていくことに対しては、やっぱりまあそれなりの向上心と、あとはまあ覚悟ですよね。そういう覚悟がある人じゃないと基本的には社長にはなれないですよ。だから一歩を踏み出す人生か踏み出さないかっていう、そこの違いがやっぱり覚悟の問題だと思います。本当に過去って経験によって培われていくというか、かつその経験も失敗の経験ですよね、まあ、その失敗を落ち込むんじゃなくて、まあ、次につなげていくみたいな、まずはやってみようみたいな、うん、まあ、何もやらないのが一番リスクだよね。あ、何もやらないよりはやる方がいい。そう、もう人間はやっぱりなんか生き物だからね、年はどんどん取っていくわけで、できることっていうのはどんどん減っていくわけでね、だからそういう中で何にもやんないで1年過ぎて、あ、いつかこれやりたいなって言ってる人は、まあ、そのまま終わっちゃうんじゃないのって思うんで、まあ、少なくとも何かそういうことやりたいんだったら、今日できなかったことを明日できるようになることを積み上げていけば、まあ、そういうことが近づいていくわけだから、まあ、そういう感覚でチャレンジしていかないともったいないと思うけどね、人生、うん、小澤社長の考えるリーダーの条件について伺いました。さて白鳥さんが今朝選んだ金言とは。何もやらないのがリスクだよね。何もやらないのがリスクだよね。この言葉からどんなことを学びますか。そうですね、やはり何事も一歩踏み出さなければ始まらない。一歩踏み出すときにどうしてもですね、うまくいかなかったらどうしよう、こんなリスクがあるんじゃないか、まあ、そんなことを心配になりますけども、人生一回ですから、まあ、リスクをしっかりと意識しながらもリスクを取っていく、まあ、そういったところが人生面白くなるんじゃないかなというふうに思います。リーダーの方だけじゃなくてみんなに言えることですもんね。おっしゃる通りですよね。さて今週は株式会社東京鋳造所小澤淳社長の言葉の中から、今日と同じ明日は嫌だ、変えるのが経営者の仕事、努力したものが報われる会社でないと、他責と自責、何もやらないのがリスクだよね、という5つの金言をいただきました。なおこの内容はベイ FM のホームページからお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてくださいね。産業界の羅針盤、日刊工業新聞社の提供でお送りしました。